テン、本当にラストチャンネル。自分でね、キャプテンっていうのもね、ちょっとね、久々に恥ずかしい感じなんだけど、こういうメンバーが集まってくれました。よろしくお願いします。世界的な有名なね、ディエゴ・マラドーナ、今日ゲストに呼んでますけど。ムチャスグラシアス。ありがとうございます。まあ実を言うと後輩だったんですね。そうなんだ。帝京高校で、ね、僕ブエノサイレス帝京高校で。そうなんですね。ブエノサイレス校。はい。ブエノサイレス校の小沼貞子という人に教わってます。アルゼンチン人です。そういやちょっとややこしいですけど。そうなんです。後輩なんです。まあドラゴンは引き続きで今回はねちょっと丸岡君にね。でね、活躍して、ね今もサッカースクールとかね、はい、やらせていただいてるんですけど、今日はね、ちょっとオリンピックということもあり、ちょっと丸子君にね、いろいろね、一応オリンピック出場はしてないんですけど、してないですね、予選までですね、予選もね、はい、こう一応関わったということで、なんかそういう話もできればなと、はい、オリンピックどうですか？オリンピック、まあ森谷さん監督で、そうじゃん、関わってるもんね、お世話になった興味なさそうなんだけど、うん、森谷さんが監督やられてるってことで、ちょっと興味あるでしょ。それだけしかそれだけしかしないから今ね、振った方がいいでしょ。出てきますね、出てきますね。絶対興味ないだろうと思って振ったんだよ。でも先やめてもらっていいんだ。あとで編集で全部していただかないと。そうだ。森保さんだけ、まあ、森保さんがやってるからちょっと頑張ってほしいなっていう。そう、試合見る？見れないですね。見れない。何？見れないってどういうこと？まあ、塩じゃないですかね。塩優先。はあ、塩優先。朝7時から10時、11時ぐらいまでかかるんですよね、夜の。おー、8キロ、9キロぐらい作るのに。それさ、はい、こうやってさ、仕事でイベントに来ることあるじゃん、はい、その時は塩作ってないじゃない、はい、その試合の日ぐらい、はい、ちょっとお休みしてビールとか、その時間だけ。あ、でも作り始めたらずっと関わらなきゃいけないってこと。塩そうでも、そうでもそう、やめれない。そう、塩オリンピックの試合、塩塩強ガチを持ってるみたいな。塩ですよ。塩科学的にはこれどうなの。まあ面白いよな、ね、黒さずっぽいんだけどね。そうですよね。そうなんだ、塩なんだ、ね、で逆サイドからコーヒーが来るわけですよね。決勝塩対コーヒーじゃないですか。でもコーヒーと塩でしょ。そうですね、ドッキングさせた、はい、ドッキング、ドッキング。塩コーヒーに、塩コーヒー混ぜて焙煎してるんですよ、塩。そうなんです。そんな製法が、すごい。まあちょっと脱線してしまいましたけど、なるほど、はい、エピックどうですか。いやせっかくね、東京でやるっていうことで、僕もちょっと見に行けたら行きたいなとは思ってたんですけども、うん、まあ、ちょっと無観客になりそうなので、残念ですけど、でも今、若い選手たち、みんな海外でやってる選手多いんで、そういった意味で、ちょっとどれだけ戦えるのかっていうのは、楽しみですけどね。なるほど。自分もね、鳴子君の時は、どのオリンピック？僕は2004年のアテネオリンピックです。でも最初入ってたよね。そうですね。予選の僕らの時は、うん、こう海外の UAE ラウンドっていうのと、うん、まあ、日本ラウンドっていう2つに分かれて、前半 UAE ラウンド、でそこに予選で入ったんですけど、うん、そこで集団食中毒が、うん、チーム内で、ね、うん、なって、それを僕もかかりまして、うん、で帰ってきて日本ラウンド、うん、戦うってなって、また事前合宿、福島の JH でやった時も半数ぐらいみんな下痢。なんか下痢で、本当練習中本当漏れそうなんですよ。みんな感知してないまま、そのまま行くってなって、で半数ぐらいみんな下痢だったんですけど、なぜか僕ともう一人二人同級生で選手がいたんですけど、二人だけ交代だっつって、監督が部屋に入ってきて、
ごめん帰ってくれっつって、で予選の途中で外れて交代したっていう形だったんです。あ、そういう経緯があるわけね、はい、すごいなその経緯結構ひどかったですね。あまり表に出してなかったのかな、当時は。まあ、半分ぐらいみんな入院とかボートとかやって大変な予選だったんですけど、まあ、無事温泉には行ってって感じですね。一試合も出てないです、予選含めて。そうなんだ、ね、そこをね、いじっていいものからって、ね、あの俺的に悩んだんだけど、一応オリンピックということで、いじらないわけになるんで、ちょっとね、マラドーナの話で、オリンピックどうよ、はい、あの実は僕、うん、あのマラドーナさんにお会いしたんですよ。あったね、すごかったね、3年前に。でその会えた場所がメキシコだったんですけど、うん、なのでちょっと個人的にでマラドーナさんに、うん、あの購入いただいて、うん、もう今これ全力でマラドーナさんを伝えるためにやってるんですけど、うん、ちょっとメキシコであったんで、やっぱりメキシコに対してちょっと思い出ありましてね。で今回メキシコ同じグループじゃないですか、日本、はい、でもちろんメキシコもあの強いですので、うん、ちょっとそこの試合の対戦楽しみだなっていう、うん、はい、どっちを応援してんの？え、難しい。 P 入れられます？アルゼンチン逃げ方がそこしかなかった。すいません。そうか、はい、なるほどね。メキシコもね、はい、結構死の組じゃない？いや、そうですね、フランスね、意外とフランス、南アフリカね、メンバーどうですか、メンバーどうですか？今全然もう言えなかったらやっぱりですよね。すごいな、知らない。本当サッカーやってました。サッカーしないですけどメンバーとかどうでもいいんだよね。もうわかんないけど、ね、だからね、うん、どうなのメンバー見た感じだと、まあ、オーバーエイジはね、もうあの3人は完璧だと思うんだけど、ね、心強い、ね、オーバーエイジだと思うんだけど、でも結構ここで戦える選手多いなっていうのが、うん、ドリブルできる選手とか、そこら辺がその海外の選手とどれだけこう仕掛けていってくれるのかなっていうのが結構気になってるんですよ。特にやっぱ三笘選手、うん、J リーグですごい今いい調子だし、久しぶりなんかああいうドリブルする日本人出てきたなって思ったんで、独特だよね、ちょっとタイミングというか、うん、幅というか、だから1対1とかね、俺もディフェンス側だったから、ちょっと1対1とかちょっと対戦してみたいなって、うん、感じはあるけど、なんか初めての感覚だと思って、うん、こうチャレンジするタイミングがすごい難しいね、ディフェンス的にはね、うん、クーポー堂安、そうです、ね、攻撃はやっぱタレントがね、確かにそうですよね、たくさん喋ってるからなんか嬉しいよ、ね、ちょっと表紙抜けしてる感じが。奈良岡君はさ、対戦した対戦というか、あ、誰たちとやってた、奈良美とは当然やってるじゃん。そうです、僕が入団したのが2003年なんで、うん、ジュビロが完全優勝した次の年からなんですよ。あ、まあ、その当時強かった時の、まあ、より日本代表の人たちはみんなでダイオックスの時だ。そうですね、うんうん、はい、すごいメンバーの時入った、うん、本当なんですよ、本当にもう怖かったです、皆さん。ジュビロってその A 契約、いわゆる A 契約の人たちと新しくこうクラブハウスができたんです、僕が入った当時、うん、で、もともと使ってたところが CK っていうか、うん、他の下の、うん、分けられたんです、うん、で比較的僕が1年目で早い段階で A 契約に上がってしまって、うん、それ出場時間数とか、はい、試合数時間でね、はい、決まるからね、はい、ちょっと運よくチャンスもらえて試合出て A 契約に上がったんですけど、もう基本的には練習もその当時やっぱトップとサテライトと分かれてるじゃないですか、でも全然トップの人が関わることなんで、うん、で、そのクラブハウスにレギュラーの皆さんがいる中に入って、あのポツンと一人だけ若手が入るので、うん、怖くてちょっと喋れない、もう喋れない、シャワーとか大きいお風呂、サウナあったり水風呂があったりして、大きいお風呂新しいんで、そこ一人でバーって行って、みんな楽しそうに湯船で話してるんですけど、俺はもうシャワーパッパッって伸ばしてパッて速攻で上がるみたいな、怖くて本当に。そうなんだ、だってさ、なんかゴンさんでしょ、はい、マナミでしょ、トシヤさんでした、福西さん、ハットさん、ハット、
田中マサオさん、ヒデさん、ヒデさん、すげえ名前、すげえ名前。え、それで、ね、若干何歳？高卒？高卒19年でした。それはなんか独特な雰囲気あるよね。すげえ面白い話。でも勉強になったでしょ。いやもう、ね、だからその当時の自分に入ったからこそ、多分僕17年プロやったんですけど、多分その経験が多分生かされて、まあ、全然結果残せなかったですけど、それでも生きながらできたのかなっていうのはあります。どうだよ。喋らんのかい。どれが怖かったわ。いやーどうすかね。でもこれ、まあ、今それこそ一緒に仕事させてもらって今すごい優しいんですけど、福西さん。うん、いやね。あそうなんです。ちょっとなんか怖いイメージあるでしょ。一丸今日来るね。来てくれますね。意地悪俺いつも背中ボランチだったので前目でもうこうやって人間をしてて、ハットさんとかはもうはっきり怒ってくれるんで、なんかもう全然いつもな感じで、あのコミュニケーション取れる。普段いつも言わないくせに、こそっていう時に自分がやばいと思った時に言ってくるんで、余計知ってるよね。怖かったですね。嫌いなの。嫌いです。大好き。同級生です。同級生。面白い話。まあアントラーズの対戦した時も僕一緒にいつもバッチバチだった。そうですよね。今もね亡くなってたんですけど、大ちゃんね、僕大さんといつもバッチャップで喧嘩してて、で7人入ってきて、で福西がまたこう喧嘩を打ってくるんですよ。そうなんですか。であいつ確かにボソってる、ボソってる。え、そういうのって素人からして本当に聞きたいんですけど、あの削るとかそういうので喧嘩ってくる、まあ、まあ言葉なんですか。言葉もそうだけど、まあ、基本的に俺があのディフェンス側だからやっぱこう、はい、激しくディフェンスしてファールになったのを、うん、こうやって「おーい」みたいな感じで言ってくる、うん、おいと俺も「あー」みたいななるから、それでバーってあーバーってね、飽きたな来るねみたいな、こっち飽きたな飽きたな飽きたな、これはまあ福西とかまあいろいろ西とか来て、はい、で広志、広志はもともと高校あいつ高校の時は知ってるから、はい、あっパンサーパンサーみたいな、みたいな感じですげえ面白い。いつもだからまあ俺だけじゃなくて、なんかもうその当時はね、はい、ジュビロとアントラーズってたナショナルダービーやってたとかバッチバチだったよ。福西はそんな感じだったね。ボソッてボソッとなんか暴言吐いてどっか行くみたいな。爽やかにね、爽やかに、爽やかにボソッと、それがカチーンとくるのかな。そうか、同級生、同級生ならこんな感じだな。ああ行くね、意地悪、意地悪なんだ、意地悪なんだ、意地悪ね。意地悪なの。福チャンネル出たことある。呼ばれるんですけど、なかなかあれですね。PK ショー、PK ショーって言ってました。僕出ました。あ、出た。あのマラドナさん亡くなられた時にちょっと会話を、はい、対談。あ、そう、あのリモートだったんですけど。うん。そうか。俺も福西あのコラボするみたいな感じで連絡を取ってる。はい。なかなか実現できてる。やっぱあれだよね。まあ、コロナ禍でこういう状況なんだけど、やっぱこうピッチ上でなんかこう対決とかさ、なんかゲームとかね、うん、そういうのやってる。なんか今日はね、ちょっと面白い回なんだけどね、すげえ話してるから、面白い、個人的にはすごい面白い。サッカー界じゃもう盛り上がるんじゃないですか。ねえ、オリンピック興味ない。ねえ、塩とサッカーだったら塩ね、塩、勝ちましたからね。で、もうそんな感じだもんね。三笘知らない、三笘知らない、堂安が右。
いやもういっぱい取れたからありましたね。どうも選手すいません。すいません。嫌いですよ。本当に。そんな感じで締めますよ。いや本当楽しい。今日もちょっとここたったの話いっぱい聞いてね楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。